ホワイトハウスは最近ジョー・バイデン大統領が12月にオンライン形式で民主主義サミットを招集し世界の民主主義国の指導者を招待すると発表したこれに先立ちアントニー・ブリンケンアメリカ国務長官は台湾を招待することを約束したこの問題が世間の注目を集めた後中共メディアは最近になって台湾を脅す記事を発表したホワイトハウスは8月11日 バイデン大統領が今年12月9日から10日まで世界の多様な民主主義国の首脳、市民、慈善団体、民間部門の代表などの参加を予定した民主主義サミットを開催すると発表した今回のサミットでは権威主義との対抗、汚職との戦い、人権の尊重の促進といった3つのテーマに焦点が当てられている。 ホワイトハウスは今回のサミットから約1年後にアメリカ政府は再び各国の指導者を招き約束の履行における進捗状況を示すために会合を行うと述べた状況が許せばこの2回目のサミットは対面で開催されるという招待状のリストはまだ発表されていないがブリンケンアメリカ国務長官が3月10日の会員外交委員会の公聴会に出席したとき 韓国系のキム・ヨンウク共和党議員はバイデン政権に台湾のサミット参加を呼びかけブリンケン国務長官は台湾のサミット招待を約束していたバイデン氏は選挙運動中と選挙後の早い段階でグローバル民主主義サミットを就任1年目に開催したいと述べており台湾側は招待されることを望んでいた8月12日 中国のアメリカ大使館の公式ウェイボーは関連ニュースを発表したネット上にはこのアメリカ政府によるサミット開催に向けた民主主義政府指導者の招集を「武教小説」「移転」「取り引き」になぞらえ6つの宗派が民教の巣グアミンデンを包囲するために連合を形成したと表現する書き込みも見られた。 同日、中共の公式メディア環球時報が社説を発表しアメリカで開催される民主主義サミットの3つのテーマである権威主義との対抗汚職との戦い人権の尊重の促進はバイデン政権の中共に対する新たな動きであるとの見方を示した環球時報の古シャシ編集長もウェイボーに動画や記事を投稿し ワシントントがアメリカや他の国の指導者が蔡英文と会うシーンを演出するのは台湾の国家としての地位を公に承認することになると主張した彼らは決して彼女を国家元首や政府首脳との同じ会議で同じ画面に登場させることは許さないだろう古釈ャは記事の中で1995年の台湾海峡危機について言及し 同窓会の活動に参加するために母校のコーネル大学に戻るという名目で当時の台湾の李・登輝総統のアメリカ訪問が許可されたために深刻な台湾海峡危機を引き起こしたがバイデン氏が蔡英文を民主主義サミットに招待した場合さらに深刻になるだろうと述べた。 1979年にアメリカ政府は中共政府と国交を樹立した後中華民国政府との間で締結された中米相互防衛条約を廃止し台湾関係法に置き換えたしかし1989年に中共が六四天安門事件で学生を抑圧し西側諸国による制裁を受けたことで中共と西側の関係は悪化していた。 台湾のアップル・レイリーは1995年の台湾海峡危機について以下のように振り返っている当時、中共の少将、劉連行によって中共の軍事演習計画が中華民国に漏らされアメリカが中共の台湾攻撃の試みを防ぐために空母2隻を派遣したそうしたアメリカの圧力の下で中共は行動方針を改め3つの原則を採用した。 つまり第1に発射ミサイルは台湾上空を飛行しない、第2に海軍と空軍は台湾海峡の中心線を越えない、第3に上陸演習を行っても実際には台湾の島々などを占領することはしないである。 実際は当時この台湾海峡危機が助けとなって李登輝氏が念願の中華民国史上初の直接選出によって中華民国第9代総統として選出され国家元首となったのだ。